簡単にすぐにお金が欲しいという方、今回もですね、紹介するのは相変わらずみんなの銀行です。おかげさまでですね、7月1日になりました。今日、昨日の私のみんなの銀行2のへのご参加3名の方みたいで3000円入ってます。これによってですね、今までのトータルちょっともう忘れましたけども、まあ10万円近くになったんじゃないかなと思います。私ね、毎日新しいみんなの銀行を紹介する動画をこうやって投稿してます。それだけでこの金額が稼げてる。ほぼ毎日、1日だけゼロの日があったんですけども、ほとんど毎日、私はね、こうやってみんなの銀行ってところをこうやって紹介する動画を撮ることによって、お金をいただけております。そしてね、これはね、私が何も一人で得するって話じゃないんですよ。私はこうやって毎日数千、2000とか3000円をこそこそこそ入ってますけども、この動画をご覧になってね、紹介コードがあるじゃないですか、まずは皆さんもスマートフォンにみんなの銀行、これね、アップストアとか Google プレイストアにありますので、みんなの銀行で検索してアプリをまずスマートフォンの中に入れてください。その後でこの紹介コードね、私の紹介コードを入力する欄がプロフィール作成のところにありますので、そこにお名前ですとか紹介コードですとか、あとやっぱりね、銀行なんで簡単な審査があります。で、免許証番号なんてのがあると一番いいんですけども、そういうのを入力してプロフィールを作ってみてください。次の日には ATM から引き出せる1000円があなたのところにも入っています。そして紹介コードが発行されたら、今度はね、あなたの紹介コードで私がやってるみたいなことをやってみてください。もちろんインターネット上でなくてもいいです。隣に住んでいる住人とか、同じ家に住んでる家族とかにスマートフォンがあれば、基本的にはアプリをダウンロードして紹介コードをお渡しすることができますので、それによって紹介された人に1000円、紹介した人に1000円という形で、合計2000円がどんどん付与されるわけなんですよね。まあ、これね、今日も私紹介動画作ってますけども、明日も作りますからね。1日1本ないし2本以上この動画を作ることによって、 YouTube っていうのは広告収入とかね、 YouTube の中で商品を販売する利益っていうのが YouTuber の、まあ、所得になりますけども、今回ね、このみんなの銀行というアプリをこういうふうに紹介することによって生まれる所得っていうのは、動画1個を作るコストとしてはなかなかのもんだと思います。ですんでね、私はまあ動画をこれからもキャンペーンが続く限り作っていこうかなと思いますけどね、同じようにこの紹介動画なりね、周りの人に紹介するなり、このみんなの銀行というアプリを広めることによって所得がありますので、頑張ってやってみていただきたいと思います。で、みんなの銀行は必ずしも使う必要はありません。こう言ってあるんですけどね、お金いただいたらそのまんま、アプリを削除でも構いませんしね。で、重要な個人情報、まあ人によってはいろんな個人情報に対する捉え方ありますけども、そんなに細かい個人情報入れませんのでね、かなり楽ちんにいけるんじゃないかなと思います。そして、過去に破産したことがある方とか、それから一部ね、生活保護の方からも、これはうまくいってるよっていうふうなレポートが上がってきてますので、およそほとんどの人に適用されるんじゃないかなと思います。まあ、ぜひね、みんなの銀行をやってみていただきたいと思います。毎日、利益が生まれるチャンスがあります。最大30万円までです。それでは失礼します。